これでよかったのかね。ええ、ありがとうございます。これで彼らも必死になるやろうし、ヒセやらも納得のいく舞台が作れると思います。すまないね、話の流れ上ああいう条件がついてしまった。いやいや構いませんって。負けませんから。大学はひとまず免れたけど、どうすんだよ。スポーツで決着とか意味わかんねえよ。どうやら種目が決まったみたい。まさかのあれだそうよ。柔道か、空手か、それとも意表をついてシンクロナイズスイミング。そして嵐を呼ぶ新展開、スケート転校生が私たちのクラスに。次回のベルゼバブ、転校少女に何が起こりましたか。何が起こっても俺がいれば大丈夫、安心して。うぜっ。